近づいてもいいですか？来ました。皆さんお待たせしました。ちょっと昨日頑張ってアリスも仲間にしてストーリーも半分ぐらい攻略してもうね頑張ってたんだけどさ、俺がバタンキューしてしまいました。で見事にまた風をぶり返したというか、朝から鼻水が止まりません。あのね、最近思ったんだけど、ゲームをやって体調を壊すことがね何よりもバカらしい。本当にね、アホだね、本当俺は。でもね、やっぱね、早く見たいんすよ。早くやりたいんすよ。なんだろうね。昔は、いや、とりあえず、行きます。すいませんでした。行きます。アリス、よく寝てるな。あれ、少しうなされてるのか。危ない。え？アリスが、俺に抱きついて。最高の急展開。いやしかしこのさ、あの公式ではユージオの頭でお尻の辺隠されてたんだけど、これはこう見えるんだね。いやそりゃそうだよな。いいね。ただセクシーすぎないのがまたいいというか、なんだろう、いつも鎧着てっかさ、なんかあの胸も見えないし下も見えないから、なんかこれがすごく特別な感じがする。お前は本当に、びっくりしたな。もしかして夢の中で俺のことを守ってくれたのかな。うん、お急に目が開いてびっくりしちゃった。今ずっと見てたからさ。いいね。あ、夢だったのですね。よかった。おう今抱きついてんだよな。なぜこんなにも近くにいるのです？それはアリスが突然抱きついてきたからで、ね、俺は無実だぞ。確かに夢の中でお前をかばおうと走り出したのを覚えています。夢うつつの中そのような行動に出るとは、私としたことが。まあそんなに気にしなくても。随分とうなされてたみたいだけど、一体どんな夢だったんだ？私たちは共に強力な魔獣に挑んでいました。うん。相手の強さは桁違いなもので、いくら二人で切りつけようと相手はもろともせず、攻撃の手は休まらず。なのにお前は私を守ろうと無謀にもその魔獣に向かっていくのです。そうだったのか。まったく夢の中でも相変わらずでした。呆れてしまいます。いや、いくら俺でもよっぽど勝ち目がない相手なら退却すると思うぞどうでしょうね。まあまあ、ともかく夢でよかったよ。本当です。それと夢でなくとも気をつけてくださいね。お前は無茶ばかりするのだから気が気でありません。なあ、わかった、気をつけるよアリス。で、それはいいけど、そろそろ離れてくれないか。え？離れるのはお前の方です。いつまで私にくっついているのですか。いや、アリスの腕が俺の背中に回されてて動くにも動けずで。ともかく離れなさい。わかった、離れるから落ち着いてくれアリス。かやのさん、ご視聴ありがとうございました。